い、皆さんどうもこんにちは、あ、やってきた。どうも皆さんこんにちは。なんか今ですね、配信がちょっとの具合がおかしいのか、ツイキャスの具合がおかしいのか、配信の具合がおかしいのか、皆さんどうも、中野島祭最終日です。ちょっと今日は配信開始がちょっと遅れまして、どうもこんばんは、こんばんは。今日はですね、この後15時には終わるということなんで、お片付けのために来たんですが、ちょっとですね、あ、そうそう、どうもこんにちは、どうも、先ほどちょっとなんか不具合でちょっとこれこれこれ、ありがとうございます。本日、こちらジゴンがだいぶ少なくなってきたですね。ジゴンがだいぶ救われたので、キャプチャーされたので、あ、どうもお疲れ様です。すでにあれはなくなりましたね。なんだっけ、サーターアンダギーは消滅っていうか全部売り切れました。あとハイチュウはちょっとありますね。芋キャラメル、高齢ゴーストまである。今日ものすごく暑くなりました。今27度ぐらいあるんですよね。ちょっと調子が、あ、どこどこ、そうですね、ちょっとここは日陰なんで割と涼しいんですけど、今が13時51分で、今日はちょっと用事が、休憩が昨日ありまして、昨日というか今日というか、ちょっとこっち来るの遅れまして、先ほど到着したところなんですけど、このあと15時ぐらいからはこう片付けというかテントを畳むことになると思うので、それをちょっとお手伝いさせていただきます。はい、はい、どうもお疲れ様です。ジゴンでどうですか、ジゴンさんは。残りこれだけになりましたね。もう何にもない、何にもない。ジゴンっぽいけどちょっと違うのもいますよね。はい、そのブタさんがね、はい、向こうから来たんです。おめちょっとすみません、びっくりした。本当に泣くの、大きいのと小さいのと声が違うの。ははあ、こっちはちょっと小さい。はい、はい、はい、小さい子は小さく、可愛く、大きい方はドスの小さい声で。あ、分かりました。びっくりした、一瞬たまげた。ということでして、ジゴンもかなりレスキューオブサーターようですね。はい、あと14ですね。はい、そういうわけなんです。はい、ありがとうございます。そういうわけで。
というわけでして、今回3日間の、中之島祭りということなんですね。はい、ジゴンスクイ残り14匹ぐらい、14匹、ラスト14ですね。あ、どうもこんにちは、どうも。ちょっとお待ちございます。皆さん染めていただいてます。どうもありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。いろいろあります。沖縄物産、でもだいぶ売り切れました。すでにあれはなくなっちゃった。サーターアンダギーは売り切れちゃった。ポークランチョビットがちょっとあります。はい、あ、棒のやつ、あ、棒の沖縄そば全部売れましたね。塩もこんだけになっちゃった、もっとあったんですけど、はい。黒糖は在庫かなりあるんで、塩せんべい、そしてこっちは酸っぱいマン、これ梅干しなんですね、多分っていうか、おそらくっていうか、ほぼ確実に。はい、こちら折り型講座も行われてます。これは三角になりました。あ、四角になった。いや、三角、いや、四角ですね。これ折り目が、折り目正しいですね。はい、はい、それから 今なんか折り目に向かって、はい、はい、はい、頭と胴体、はい、ここ振ります。はい、2箇所、はい、はい、はい、空中降りなんで、あ、そう貼っていただいても大丈夫ですよ。はい、いや、私なんかもう起きながら折れなくなってしまいました。まあ、なんていうか、はい、ここでも折れます。頭と体ができましたね。できましたね。じゃあ、ヒレが浮いてきます。あ、はあ、あ、あら、いつの間にか、ほら、いつの間にかヒレが、はい、はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ほんまや、いつの間にかすいません、ちょっと見てなかったです。巻き戻してください。アーカイブを巻き戻して、あ、はい、一気でもできました。はい、じゃあ巻いか、はい、で、あとは整える、え、あ、尖ってるでしょ。あ、はい、尖ってますね。はい、をちょっと丸みをつけるために丸みを置いた、フォルメ、はい、はい、これで本格で、あ、だいたいできました、はい、あと切れ目を入れるんですね。そしたら、はい、あ、できた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけなんですね。全然見せなかった。というわけなんです。ありがとうございます。Thank you.
ちょっと待って、なんかおかしな兄ちゃんがいる。よくわからん兄ちゃんがいる。あ、ホテルがいる。よくわからない。まあいいや。よくいつもわかんないです。あれですよね。すみません、間違えました。こっち側でした。すみませんでした。むしろ、なんか、いやいやいや、今の人は間違えました。あれですか。ちゃうんかな。あ、なかったことある。今の方は何でしたっけ。なんかブルーリボン。ああ、なんかあつけてる。だからなんかよくわからん。どっちなのかなと思って。どっちなのかな。でもなんか言うてたんは核実験廃絶とか核兵器と言いながら北朝鮮のことを言ってると思う。でカメラをすごいこっちに向けてたからちょっと強そうな。激しく向けてたな。あ、僕も向けたんですか。なんかなと思った一瞬。このリボンつけてるのは向こうの方で一番端の方で出してるブルーリボンので売ってるバッジなんや。ああ、そうなんだ。だからメンバーかどうかは分からん。ああ、そうなんだ。分かりました、分かりました。なんだかよくわからないね。追っ払おうかな。どうしようかな。あ、僕いない。あー、この日向だからちょうどいいっすよ。ちょっとなんか風邪気味でちょっと、あ、そうです。あ、映らないです。大丈夫です。あのちょっと風邪気味でちょっと大丈夫です。なんか今日、昨日温度差が激しいとちょっと出汁がおかしくなったんで。ようわからない人がいた。まあいいや。15も。あ、ラスト、そんなこと言ってたら15分が、ラストが。よくわからん兄ちゃんがいたんですけど、いや、風邪ではないかもしれないです。なんかよくわかんないですよね。アレルギーかもしれない。さっき、至近距離に犬がワンワンいて、顔がペロペロ舐められるってことが今日あった。もしかしたら犬アレルギーかもしれないですけど、昔なかったんですけど、小さい犬がいて、いや大きいんですけど、小型犬なんですけど、小型くんが飛び乗ってきて、っていうことがあったんですね。もしかしたら犬あるかな。
や昔なかったんで大丈夫なのかなと思ったら、いや 目がやられるんですよね。今度はやっぱりアレルギーかなって、ついに犬アレルギーになっちゃった。顔とかペロ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 ずっと殴られたんですよ。犬アレルギーってあるんですかね、やっぱり。もしかしたら犬の毛アレルギー。それで、それから今度は家に帰るときにカークーラーつけたんですよ、車の中暑いから。で、温度差でもおかしくなっちゃうんですよ。だから自律神経がおかしいんちゃうかなと思うんですね。急激な温度の変化とか、湿度の変化、湿気の変化とかもダメなんですよ。なんかよ、あ、でも、あれですよ。さっき変なって言った、変な兄ちゃん、あ、言っちゃった。変な兄ちゃんがいたから。治った。さっきの変な兄ちゃんのせいで、なんか鼻炎が治った。だから、あれっすよ。嵐の、なんていうか、その、時期に瀕すると、その、あれなんですよ、なんか僕もてっきり応援してくれてるんかなと思って、そうそう、思いっきりの笑顔やってる。あ、笑顔で、違った、爽やか、よくわからない。いや、もしかしたら応援してくれてるのかなっていう気もしてきたから、ちょっと あんまりカメラ向きあかんかなと思ったんですけど、ようわからない。まあ、あれですよね、サーダーアンダーギー買ってくれって、あ、もうないか、アンダーギーを出場めて売れ切りました。さっきの兄ちゃん、これ4500円で売ってよって言って、4500円で売ったらいい、買ってくれ、買え、いや、やっぱり4500円がかわいそうやから、これ全部買ってくれ。これ1800円ですね、450円かける4だから。無理から買い取ってもらうです。ちょっと看板もよこせとか、それむちゃくちゃ言い出すですね。そしたらあとはまた警察呼んできますからね。変なやつらにカツアゲされたとか、わからんことを言い出したんですね。いや、カツアゲじゃねえよ、そんなことはないですよ。ちゃんとこれほら美味しいですよ、ほらゴーヤチャンプとか、いや、ちゃんと適正価格でこれちゃんと450円ですよ。450円かけて、もう大丈夫です。いらんことはやらないです。はい、大丈夫です。あ、これ、ペーストのチューブ。あ、これを買ってもらうと。これを、直に注入していただくと、口に。それがいいかもしれない。そういうわけなんですね。からチューブ。鼻の穴に入れるとかですね。辛口ペーストをさっきの人には。それも面白いかもしれないですね。鼻の穴にちょっとどうなるかなとかですね。はい、かなりの青空でして、今、ブルーな青空ですね。
味しい。今日はやっぱりジャスミンティーやっぱりうまいですね、これ。銀行入りジャスミンティー。この銀行入りジャスミンティーにさっきの旨辛ペーストを入れ全部入れて、それをあのさっきの兄ちゃんに飲んでもらうというプレイ、プレイっていうかあのっていうことでいいんじゃないかと思います。入れてるけど見たことない。ああ欲しい。このシール投票どうなりました？そう思う。1人くらい増えただけ。全然変わりません。なんもない。これはリンゴは、リンゴじゃない、みかんは、これ重りです。明日ぐらい大阪行動でやるわ。明日ぐらい大阪行動でやるわ。これじゃあここにやっぱりあの画鋲とかを仕込むと思う。仕込むとか言って。漆屋のってことですね、画鋲を仕込むとかめちゃくちゃ言ってますよね。もう大丈夫、そんなことはないから多分。神経とか関係してるかもしれないね。僕の、こんにちは。ですね、そういうわけで、ここはやっぱり、ここやっぱり 日が当たるところがぬくくて気持ちいい。さっき汗がかいたから、ちょっとここまで来るのに大慌てできたからね。で、背中にリュックサックを背負うと、あ、ちょっとうまいと思います。あの背中が汗かくんですよね。Oh,
ズゴン、あと1、2、3、4、5、8匹になりました。そうそう、あのちょっと告知が、告知、今日の、ストップ原子力関電法移行では関電本店が休業日の時、本日は休みなんですよ、金曜日なんですけど、あのもぬけの殻だからあそこは、はい、来週はやりますということでよろしくというわけです、はい、明日はですね、辺野古に来る絶対着きますね、大阪公道が3時半から、15時30分からあるんですが、その前に、13時ぐらいから、あれがあります、ゴーウエスト311、スカンサイからの避難者たちの、自主避難は自己責任に対する抗議集会が行われます。明日、13時から15時まで行われますということ、後ほどまた告知しますということでよろしくお願いします。一応さっき言っておきます。あ、どうもこんにちは、どうも。今日はもう、あ、ちょっと授業落ちましたよ。あ、落ちました。今日はもうすぐですね、こちらは中之島祭りもお片付けタイムが始まるらしくて、まもなくちょっと僕の方を、こちら配信の方終わります。
そうなんです、間もなく終わるということなんで、ちょっとテント畳まんで荷物とかを全部直さないといけないというので、これからちょっと荷物、間もなく荷物運び変えるのが始まると思います。はい、あ、どうもどうも。この後15時30分ぐらいで終わりますけれども、すみません、本日はどうもありがとうございます。なんでこんな調子悪いかな。アレルギーなのか、家なのか、なんだか急に温度が上がったっていうのもあるかもしれないですね。沖縄物産ただいま皆さん、あ、もうだいぶ残り少なくなっています。はい、だいぶ残り、あ、どうも、だいぶ残り、沖縄そばです。カツオだし、カツオ昆布だし、ソーキ味、七味唐辛子付き、はあ、はあ、もうだいぶ部分なくなっちゃいましたね。よいしょ。はい、ジゴン美しいです。はい。ああ、よいしょ。ちょっと座ります。
あ、今26分ですね。ちょっとすみません、ちょっとあのあのまだちょっと早いんですけど、ちょっと申し訳ない、ちょっともうそろそろちょっと配信の方をちょっと終了します。ちょっとあのちょっと休憩してまして、あのそれからあのちょっとあはい、あなぜわかるんですか、そのそろそろ、はい、なんか薄い毛布みたいな布団一枚で寝た、そういえば。で下はあのなんかあの、毛布一枚っていうか、なんか、いや毛布みたいなやつ、何やろあれ、あのクタスブタンみたいなやつ一枚かぶって寝た、それっすかね。あどうも、はい、どうもありがとうございます。明日はあの大阪行動と、ゴーウエストの、あどうもこちらどうもお疲れ様でした。配信やりますということでよろしくお願いします。やってますよ。どうですか、なんか一言。いや何もございません。首相でおとなしい。あいやいや。おとなしいおとなしいおじちゃんでございます。いやあのいやいや、それはさておき、今日はあの暑かったなと思って。暑い暑い。サーターアンダギーが全部売れちゃいました。あらすごい。あポークが1個ない。1個折れましたね。ポークもなくなりました。あどうも、あポークしかも今一つまたノーフクロウ、はい、はい、550円くらいですね。はい、ラストチャンスは毎日ラストタイム。何のタイムサービスじゃないです。ノータイムサービスですけど。何だそれ。え、タイムサービスなの？ノーサービスタイム。ノーサービスタイム。割引なんとか。何割引にはなりません。そういうことです。まあ、絶叫しなくてもいいっていうことですよ。クレーンは白、あ、ブルーに入ってるのかな。ヘロゴブルーですよね。まあ、そういうわけです。どうも。はい、クレーン。クレーン 100% 落ちる。クレーン。いや、クレーンじゃない。クレーン。クレーン。何も入ってないってことです。シンプルイズアベストですか？特に何も入ってないということですよ。普通のやつっていう意味。今話題のやっぱり昨日お腹出して寝たのがまずかったか。俺450円払ったかな。そうですね。ちょっと僕は何とも言えないですね。450円払ったやろか。ちょっと分からないですよ、それは。少なくなってますけども。はい。ラストビートです。ラストアタック、ラストファイヤー、はい、というわけで本日の中之島祭り最終日、大阪行動ヘロコイキッチ絶対すがすが大阪行動、あーすいません、終わります。どうもご視聴、終わるのも終わりますよ。ありがとうございました。最後の最後でちょいと来ただけ。なんか頭がクラクラするか、ちょっとあれなんですか、寝不足、水気、いや風邪ひいたかな、ちょっと鼻声は鼻声みたいな感じで、ローリーですか、はい、というわけでどうもご視聴ありがとうございました。失礼します。